こんにちは。テンバーアカデミー、古英夫です、えー。とりあえずね、FBA に出品しようと思って、自己発送で売れないように100ドル、まあ、高くして出品すると。そうするとね、えー、最近、この価格間違えてるから、リストアクティベート、ね、アクティブじゃなくしましたというメールが届きます。で、まあ、これがね、カート取得にマイナス影響があるのかないのか分かりませんけど、まあ、 いつかはね、FBA に切り替えるわけですし、まあ、この、まあ、メールが飛んでくるのもね、えー、悪影響ないのかなと、まあ、心配になる場合もあるかと思いますので、もう出品したらすぐ、えー、FBA に切り替えときましょう、えー。そんなわけでね、えー、その切り替え方なんですけど、まず、マネージ・インベントリー画面。そこでね、えー、送りたい商品の左側の四角にチェックを入れます。でチェックを入れた後ね、このチェンジ・トゥ・フィルフメント・バイ。 amazon というところをクリックすると。そうするとこういう画面になるんで、FBA ね、イエスコンテニューにクリックすると。でそうするとね、えー、コンバートオンリーか、えー、その後納品設定数が出てきますので、とりあえず、えー、切り替えだけしといて、まあ、コンバート切り替えですね。切り替えだけしといて後で納品設定するんで、コンバートオンリーをクリックします。 そうするとね、この危険物確認というのが出てきます。で、ここ、プラスってとこを押してね、電池が入ってるか、危険物がないか、ね、これ両方選択して、イエスかノーをクリックします。まあ、電池使ってなかったらノーですね。で、危険物、危険物ってね、これ別にね、ナイフとかそういう次元の話じゃなくて、可燃物が入ってるとか、ね、あるいはその科学的に人体に害をなすものが入ってるとか、そういう意味の危険物なんでね、 え基本的にはここはノーになるはずです。えー、逆にイエスとかノットシュアーだと遅れないと思ってください。で基本的にノーノーをクリックすると。まあ、バッテリーなんかある場合はね、YES、えー、でバッテリーの種類選ぶんで、どの種類選んだらわかんないとかいうことあったらね、またご質問ください。で、選んでいくとこのグリーンのマークが入ります。でそしたらね、えー、危険物のチェックが終わって、えー、また、えー この黄色いボタンを押すんですけどそうするとねこの中に1個今回はね8個を切り替えたんですけど1個このねハズマットとハズマットというのがこの危険物ね危険物質が入ってるかどうかのレビュー中だという商品が出てきましたで今回はとりあえずこれは外してコンバートしておくと外して納品設定するという形ですもしねこういうレビューが出たり 危険物入ってるかどうか分かんないという場合はね、またお気軽にご相談ください。分かんないけど、なしだろうと言ってチェックして納品してね、ありという形になると、きっと何らかのペナルティがあるんでね、まあ、それはやめといた方がいいと。まあ、危険物はあるかないか分かんなかったときは相談してください。そんな形で価格エラーが、ね、飛んできても気持ちよくないんで、まあ、FBA に出品したらすぐ FBA に切り替えておくと。 いうのをね、習慣化しては、習慣化した方がいいかなということでシェアさせていただきました。以上、天馬アカデミー、堀秀夫でした。